霊夢さん、ガンダム界において不可解なことがかなりあります。小生さん、これって結局なんだろうってことが、かなりあると思います。その中でも、今回お話しする内容は不可解な要素を多分に持ち合わせております。本当に。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速、ガンダム界最大の謎と言っても過言ではないことについてお話ししていきたいと思うのですが。その謎とは？サイコフレイムでございます。サイコフレイム。サイコフレイムはガンダムをファンタジー作品のような印象を与えていると私は思います。ファンタジー。いわゆる近未来ロボット作品とは違うなぁと。人間が地球上で進化してきた。しかしながらこれ以上の進化を望めないところまで来た。そんな中でさらなる進化の可能性的としてニュータイプがあるのかなぁと。サイコフレイムってものすごい大パーツのような感じがして。ナラティブでリタが人類が手にするには早すぎると言っておりましたね。リタの発言はすごく納得できる。ところでユニコーンガンダムを見ていて思ったことだけれど、ニュータイプじゃないようなアンジェロがサイコミュ搭載機を運用できていたけれど、あれって弱いニュータイプ能力でもサイコミュを運用できるのってサイコフレイムがなせる技なの？あれはサイコフレイはもともとニュータイプではない普通の人間でも使用効果があります。というよりも本来ニュータイプにはあまり必要ではない大パーツなんですね。ニュータイプになりきれない人が機体の追従性を高めたり人の意識を感知するために有効だったために逆襲のシャアでも実戦投入されました。能力の高いニュータイプはサイコフレイムの力がなくても自分自身の精神と肉体を媒介にして命の鼓動を感じたり悪意を感知したり意識を束ねたり放出することができるのです。これを生身で全てできたニュータイプは宇宙世紀の歴史で神言うだけだったはずですよ。なるほど、ガンダム UC でユニコーンが起こしたコロニーレーザーの直撃を耐える治療上現象の直後にリディ・ショーイがバナージにこれが完成されたニュータイプって言っていたけれど、バナージって神言うを超えてるのかな？神ユが宇宙世紀歴で生まれた最高のニュータイプと称される理由はニュータイプとしての奇遇な素養があったことは確かですが、それが本来の理由ではありません。敵味方の垣根を越え命が理不尽に失われていくことに本気で憤り本気で悲しむことのできる彼は誰よりも心の優しい人間だったと思います。彼がですね、他者の命を振り返らない人なら、ニュータイプとしての成長もまたありえなかったと思うので。戦いの中での辛い経験をして成長していったよね。神ユに寄り添う多くの魂は、彼の優しさに惹かれて力を貸して、彼はそれを具現化させる力を持っていて、両者の心が一致した結果が、それがゼータ発動だった。サイコフレイムのない時代でそれを生身でやってのけるそれだけでも桁違いの潜在能力なんですよね。自分の体を媒介にしているから精神はボロボロだよね。しかしながらその限界を自分でも理解していたのに戦争を終結させるために戦い続けたのです。ニュータイプとして学習し続け、本当の意味でニュータイプとなった神ユに比較すれば、ニュータイプの代表として挙げられるアムロですら、学習できないという意味で、オールドタイプとなるというのは、あの、富野監督がおっしゃられていたことなのですね。ガンダム UC は富野監督の作品ではありませんし、この二人の上下付けは不毛な気がするのですね。ゼータがなければガンダム UC も生まれなかった経緯を考慮すればなおさらです。あえて言えばバナージはユニコーンガンダムの力サイコフレイムと切り離して考えればニュータイプとしてどれぐらいなんだろうという疑問がありますが、比較するとしてもバナージをゼータに乗せたらどれだけ力を発揮できるか、神ユが逆にユニコーンに乗ればといった具合に条件が同じ機体とかじゃないと正確な比較ができないですね。
あと、ニュータイプには本来感性というものはないと思いますよ。成長する力ですから。感性系がないってことね。ところで、サイコミュとサイコフィールドとサイコフレームの違いって簡単に言うと、どんな感じなの？それでは、サイコミュの詳細の前に視聴者様からいただいた考察をご紹介したいと思います。サイコミュシステムにおいて大型になるのは、実は感応波の検出装置だったりします。この装置だけは小型化が難しいため、必然的にサイコミュシステム搭載機が大型化するのです。サイコフレームはこの感応波を検出する感応素子を金属粒子レベルで構造材に一体成形したもので、これによりフレーム自体が感応波の検出装置として機能します。これにより感応波の検出能力が飛躍的に高まり、感応波の強さを従来の精神崩壊レベルにまで強化する必要がなくなり、一般人レベルの感応波でも機能することが可能になりました。さらにアムロとシャアはヘッドギアと呼ばれるユニットを頭部に装着し、脳波の中から感応はのみを抽出して増幅して放出しています。また、感応波は従来の電波が使用できないミノフスキー粒子散布環境下において、攻撃端末を無線誘導することができる唯一の方法として認知されています。これは感応波がミノフスキー粒子に干渉して振動させると、粒子間に働く積力が隣接するミノフスキー粒子に振動を伝達することで通信が可能ミノフスキー通信になり、これが攻撃端末を遠隔誘導できる理由になります。009あたりではオカルトに近い現象ですが、015あたりにはある程度は解明されているため、一般量産機であっても、サイコミュ的な動きをする装備、ゾロ系のビームローターの移動などを持っています。アクシス、ショックについてもある程度、現象の解明が進んでおり、それを応用した技術として、ビームローター、ミノフスキー、フライト、ミノフスキー、ドライブが開発されています。このようなものです。ありがとうございました。それでは、続きです。サイコミュとは、ニュータイプと呼ばれる者たちが発する感応は、一種の脳波をコンピュータの機械語に変換する装置という感じで、これによって、ニュータイプは思考のみで機械を操れることができるので、自分が搭乗している機体や移動砲台の遠隔操作ができるようになるのですね。サイコフレームとは、サイコミュの基礎機能を持つコンピューターチップを金属粒子レベルで中込んだ MS 用の構造部材ですね。コアとなる高出力のメインプロセッサを配置することで、非常に高効率かつ高密度なサイコミュシステムとして機能するのですね。この素材の導入によって、サイコミュは大幅な小型化がなされるようになりました。このサイコフレームで MS のムーバブルフレームを作ってしまったのが RX0 ですね。従来のサイコフレーム導入機では指向制御と操縦による操縦の併用だったのですが、完全に指向制御で機体をコントロールできるようになったのですね。ここまでは開発したアナハイムが想定したスペック通りなのですが、サイコフレームは操縦者の意思を光に引いては物理的パワーに変換する能力があります。これは開発したアナハイムにもなぜそのような現象が起きるのかは解明できていませんが、作品内においては逆シャアで宇宙要塞アクシズの落下を防ぎ、ガンダム UC においてもガランシェールをユニコーン短期で引っ張り上げるという MS 短期では不可能な現象を引き起こしています。そして最終話においてこのフルサイコフレームがもたらした力が奇跡を起こします。サイコフィールドはサイコフレームが第二次ネオジオン構想に投入された時に観測された未知の力のことですね。サイコミュが共鳴した時に発したと思われますが、単にサイコミュの性的脳向上のために開発されたサイコフレームが物理的な力を発動して、地球に落下するアクシズを軌道上に押し戻していますよね。そういえば、ユニコーンガンダムのサイコフレームの展開って何か意味があるのかな？デストロイモードでサイコフレームを露出させるメリット、必要性的ってあるかな？
あれだけ見た目が大きくなるっていうことはかなり隙間ができているはずだから、中はスカスカで、高い G によって機体が歪むリスクの方が高いと思うのだけれど、それならまだ F91 みたいにパージされる方が合理的だと思うな。そうですね、考えられる理由としては、1、放熱。2、展開したフレームの方が感応波などを直接感じ取れるため。3、展開したフレームから何らかの力場が発生するため。4、走行のパージは防御力が激減するためフレームの展開にした。5、ガンダムはデザインが最優先で変身した方がかっこいい。6、そのあたりのことは作者は何も考えてなかった。このような感じでしょうか。あと、単純にやっぱりかっこいいからっていうことが一番の理由な気がしますね。変形 MS はあっても変身 MS ってなかったですから、福井監督が真っ白なジムみたいなのがガンダムに変身したらかっこいいと思ってしたことかもしれませんね。そういえば F91 ってかなりすごい静的機能を出していたけれど、あれってフルサイコフレームなの？F91 にはサイコフレームは使われていませんね。バイオコンピュータというサイコミュに近い装置が搭載されていますので、セシリーを発見したり驚異的な静的機能を出したりできたのですね。はい、今回はサイコフレームについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。